よし、じゃあ八木さんやろう。はい、はい、対戦お願いします。よし、じゃあ行くぞ。僕は、はい、早く、なんだっけ、やっつけて、ノートに名前を書きたいです。はい、じゃあ、ジャッジはせいやさんです。余計なことは言わないように。いや、俺言ってないっすよ。よかった、分かった。一応僕も行きます。じゃあ、いや、間違った指示があるといけないから行きます。最初はグー、じゃんけんほい、負けた。はい、お願いします。お願いします。真剣勝負が始まりました。どう、真剣ですよ。チャージで、ターン終了で。お、高そうなカードがチャージされました。じゃあ私はこれを置いてターンエンドです。はい、お願いします。そしたらこれチャージでターン終了で。よし、じゃあ置きます。ドロー。じゃあ私は、ナグナグチュリスを置いて2マナマタドールマルクーゼターンエンド。はい、じゃあドローもらいます。はい、ジャスペルデルフィンチャージして、はい、3マナフェアリーミラクで。はいよ。これ5色揃ってるので潰します。やばい、どんどん進んでる。で、ターン終了で。はい、置きます。ドラゴ大王がいる、よくない。ドロー。俺はあれは嫌いだ。じゃあナグナグチュリスを置いて3マナディスドライブ、スピードアタッカーです。じゃあ私はこちらで1枚ブレイク。はい、スピードアタッカーですよ。大丈夫ですか、せいやさん。疑われた。いや、ドラゴ入ってるのかな。何が、マタドールマルクーゼで1枚ブレイク。はい、行きます。じゃあフェアリーライフ。おう、やばい、順調に増えちゃった。ターンエンド。はい、じゃあドローになります。うん、じゃあ不動をチャージして。はい、じゃあ6マナで優先ロマネスク。お、4枚ブースト。やだな、すごいすごい、もうだいぶ溜まっちゃったよ。そしてでターン終了時に、うん、マナを1枚墓地に送ります。はい、じゃあ墓地に送るのはフェアリーシャワーで。はい、終了で。じゃあ置きます。よくないな。じゃあドロー。くじゃあね、いいや、これを置きます。そしてミマナチェイサー、赤いのが出たらスピードアタッカーになるよ。なんないね、なんないね。2マナ、残り2マナ。バクマルくん、これ戦っても負けるから出しただけ。はい、で打てるのこの2人。じゃあディスドライブで1枚ブレイク。じゃあ1枚お願いします。はい、はい、大丈夫。じゃあ一応マルクーゼでもう1枚ブレイク。ブロッカーですよ。あ、ブロッカーなんだ。じゃあやられた。うん、よし、やられた。じゃあターンエンド。はい、はい、そうかそうかそうか。じゃあドロー。いかんいかん、ブロッカーだということを忘れていたよ。みんなあるあるです。あるあるなの。あ、そうなの。よく見る。よく見たらブロッカーマークがある。じゃあ僕ので4マナ、はい、オンズライトで2枚ドローします。はい、エースカードが出てこない。手札6枚あるので、はい、うん、じゃあチェイサー。やばい、これ破壊された。そんで、で4マナ、はい、ホワイトグリーンホルデー。お、なんか出てきた。勝利のプリンプリンで。やばい。光と自然のクリーチャーが出たので、うん、最初に縦埋めとマナ回収ができます。はい、シールド埋めて、うん、で回収が、うん、そしたらドラゴダイオ。嫌だ、それ嫌いだ。はい、でプリンの効果で、うん、じゃあバクマル君を次のターンにアタックできます。ああ、そうなんだ。はい、わかりました。で流線ロマネスクで、うん、ディスドライブにアタックするときに、うん、フチャエンザに対戦します。はい、でこいつのファイナル革命で 12,500 未満のクリーチャー全部マナ送りで。はい、これのスレイヤーは使われないの。あ、これが発動するタイミングがアタック中なので、その前にマナ送り。ああ、じゃあこれマナになっちゃった。はい、わかりました。はい、じゃあターン終了で。はい、じゃあ置きます。じゃあドロー。スピードアタッカーも関係ないんだ。3マナ横向き、3マナ横向き。おー、3エンド。でもダメなんだろ。バクマル引きましょう。バクマル引く。そう、バクマルとのセットだったらよかったんだよな。うん、トップで。そう、フェアリーミラク。はい、ここ10マナで、うん、ドラゴダイオ。ああ、やだ、それやだ。で出た時にクリーチャー選んで、うん、その2体をバトルさせることができます。はいはいはい、プチョヘンザとディスドライブバトルさせ
します。相打ちだ、うん、じゃあこれで3種類します。はいよ。今ドラゴンしか出せないだろう。じゃあ爆丸くんも出せないじゃん。じゃあドロー、これ置いてターンエンド、はい、ダメだドロダメだ。玉ねぎしかダメってこと。そしたら玉ねぎ玉ねぎかこれ来たら何がで起こるの3000円かのクリーチャーとかちょっと関係ない、ね、関係ないですよね。玉ねぎ玉ねぎダメだな。玉ねぎちょっときついな名前が玉ねぎになってるおかしいよ。そしたら、うん、じゃあ6コストで流線ドマネスクします、うん、はい、じゃあ4枚クエストします、うん、2,3,4枚、はい、はい、これゴシーコントロールってやつ。まあ惜しいです、すげえ。お、知ってたそれ。はい、じゃドラゴダイオで3枚お願いします。はい、ここ3枚でないです。じゃあターン終了します。終了時にターンレスします。はい、はい、終わりでいきます。ドロー。その星ゴンドル多分3ヶ月後に飯が届いてる。そうなのあ、やった、これ置いた、これ置いて行くよ。サンマナ、はい、玉ねぎ、いや、あ、普通に立ちます。あ、立つの、なんで、あ、いなくなったあれさっきスレイヤー、あ、今ドラゴダイオか。じゃあ、じゃあ出ただけだな。出て終わった、マイナス、うん、マイナス、なんでもないです。3000以下いなかった。ターンエンド。よし、玉ねぎの逆襲が始まった。スレアですからね、うん、全部もう、もう相打ち玉ねぎかわいそうな玉ねぎそんなカードあったんだけど、ちょっとセイさん、知らないカードはみんな隠された能力だからなだからバグマ君最強なんです。そう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 。じゃあドンジャングルストロング7、はい、します。ここ7マナでエターナルソードします、うん、こいつ手札で、はい、一応抱えめる、あ、読めないから、うん、で、マナを、うん、マナからクリーチャーかなんか2体手札に戻す時間を返せるんですけど、うん、そしたらこいつ2体で、うん、どうすこれ1体を手札か墓地か選びます、うん、はい、で残り8マナでニコルボラスします、うん、はい、手札は全部捨てる、はい、7枚なんですけど、ね、はい、ドラゴダイオで2点いきます。はい、よ、ないです。流線ドマネスケ、ダイレクトアタックで参りました、ありがとうございます。いやもうダメだ、もうこのドラゴダイオがダメなんだじゃあヤギ君に選びましたので、またそのうち挑戦したいと思いますありがとうございます、ありがとうございました。